はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、ファーミングシミュレーター2に、こちらの私のゲーム実況をやっていきたいと思います。で、ですね、ちょっと風邪ひいておりまして、1週間お薬飲んだんですけど、まだちょっとね、喉が潰れております。ちょっとね、お聞き苦しいところあるかと思いますがね、ご了承いただければと思います。で、前回立てた、こちらのね、水と牛乳だけでケーキのできる工場、だいぶできました。だいぶというか、どう？今ずらしたらまだあと6500リッターのケーキが出てくるのかなっていう感じですね。で、材料はもうなくなったかな。そうですね、牛乳なさそうですね。あ、牛乳ないですね。あとお水だけとっていう感じで、残りね、すげえ出てます。で、前回、ちょっとね、計算、動画の中で言ってたのと計算違ったんですけど、だいたいこれで、9万9000ドルぐらい、まあ、10万弱ぐらいの金額にはなると思いますので、ちょっとね、今日売りたいなもあるんですけども、ちょっとね、今日忙しい日になるかと思います。動画もね、ちょっと長くなるかと思います。で、照明3つつけました。なので、若干明るくなったかと思います。はい、そしたらですね、今日何をするかなんですけども、ですね、まず早速ちょっとモッド1個ご紹介したいかと思います。なぜかっていうと、ぶどう収穫も畑ね、一つやっただけで、もう嫌になっちゃったって言ったと思います。ここね、ここ畑一個だけやりました。で、もうね、1個半残りの、2個のうち1個半やりました。なんですけど、普通のね、収穫機ではなく、モッドを使ってやりました。早速ね、ご紹介したいと思います。ですね、ただしですね、めちゃめちゃバランスブレーカーです。正直、このモッドあったらファーミングシミュレーター楽しくなったって方とつまんなくなったって方、二極化するかと思います。そしたらですね、モッド名何か、これですね、リザードコロッサスハーベスターパック、リザードコロッサスハーベスターパックで、コロッサスってどういう意味かって言いますと、まあ巨像、大きい像、もともとなんか大きい銅像のことの名称がコロッサスっていう名前だったそうなんですよね。で、そこから転じて、まあ巨人とかね、巨栄っていう意味もあるそうですが、基本は巨像っていうそうです。で、ですね、ちょっとまず普通の収穫機ちょっと見てみますか。これですね、カスタマイズで、まあ今左のとこ見えますかね、通常1万5000リッターが、ですね、なんぼ125万リッターに変わりますかね、容量が。重さちょこっとしか変わんないんですけどね。で、エンジンの構成、ここ見てください。これ普段900ホースパワーなんですけど、3000ホースパワーいきます。で、次スピード見てね、通常47キロなのが242キロになります。で、まあ、移動速度242キロなんですけど、まあ収穫するときって速度変わっちゃうじゃないですか。この収穫機だと、収穫速度書いてますかね。あ、こっちには書いてないかな。他の収穫機だと、まあ、私ちょっとブドウのね、収穫機とかも入れているんですけど、そっちにはね、表示されてるかとは思いますが、これこれ下のここのマークですね。普通のやつって、だいたい8キロぐらいなんです、収穫速度なんですけど、このパックの中に入ってるやつだと41キロ、まあ5倍の速度で収穫できます。なんですけども、まあパワーを上げると移動速度は242キロ、242キロで移動して、41キロで収穫するというので、すごい変わりますというかね、もうちょっとふざけてるなんですけども、なんですけど、これですね、モッド
元を組み合わせるとですね、移動速度で収穫できるモッドがあります。いわゆるモッドとモッドのコンボですねにしたらとんでもないことになるんです。まあ、要するに、まあ、この車両の場合は、ちょっと容量を上げてエンジンの構成上げると242キロで収穫できます。そして、収穫容量が125万リッターっていうことになります。おもろいのかそれおもろいのかと思いますけど、まあ、ちょっと夢だったっていうことはね、あります。242キロで収穫するとどうなるのっていうね。まあね、答え先に言っちゃうと問題は2つありました。なんだけどそれはねちょっと後々やっていくとして、じゃあね、さっきのブドウの収穫機の方先にね、お見せしたいと思います。じゃあ、こっちの方ね、ブドウの収穫機でこっちにしました。 こっちね、作業速度 17km なんで、まあだいたい2倍強なんですけど、41キロなので、5倍強になってます。で容量はね、普通にしてます。3350のエンジンの構成上げて242キロの、収穫速度41キロに変えてます。でもうレンタル済みです。なんで今ね二重で借りないです。これこれベッド、はい、これです。以前ね、借りた収穫機、あ、そうそう、動画の中でちょっと訂正してるんですけども、以前ですね、全てがパワーアップしてますって言ってたんですけど、モッドの一番下のものと見比べてパワーアップしてました。なので通常のものと比べると全部がパワーアップしてるわけじゃなかったです。ごめんなさい、それ間違えてました。で、これ何本まで入るって言いましたかね。バニラのものはバニラじゃないんだけどね収穫のこっちですね、容量が3600リッターか3600リッター入るんですけど、まあちょいちょいね、ブドウ工場に入れてたんですけどめんどくさいので、これ10億リッター入るトレーラー、これ今横付けしてます。この中にあのね、前回も動画の中でご説明したと思いますが、ブドウ入ります。これね、今9388リッターのブドウが入ってます。というわけでブドウ収穫パッと終わらしちゃいましょうでもうね、通常の5倍の速度ですからもう正直ふざけてます。はい、じゃあ、スイッチ入れる。はい、これあの収穫してますちょっとね引っかかりながらでもお構いなしにずっと行ってます。ちょっと皮こちらだけね、気をつけなきゃいけないんですけど、ここの場所なので今収穫のスイッチ入れたまま展開してます。これ41キロで展開できるっていうねで正直ね、手前のおっとっとっとと手前の畑、うっそ、手前の畑と奥の畑続けてブワーサーっと行けましたっていうので、これやっこの収穫機あればブドウ、うわちょっとめんどくさいなってことはちょっともうなくなるかもしれないです。ふざけてるけどね私は逆にブドウ収穫これで、あ、面白いなと思いました。なんだけどいやそれ風情ないわっていう方はね、多々いらっしゃるかと思いますんで、あのご使用は、自己責任でお願いいたします。まあね、うちのモッド基本自己責任でなんですけどねはい、でなんて言ってたら、はい、もうねちょっとウィリしすぎであと2列で終わります。でこの間にもう、1500リッターのねブドウ収穫終わっております。はいはい、ね、収穫するを押したままこんだけ展開してますからね。はい、って言ってたら、もうちょいで終わりますね。あんなにね、一面畑一面収穫するのに20分ぐらいかかったんですよね、前回ね。20分強ぐらいかな。なんですけど、これやったら、マジで3分、4分ぐらいで終わりました。はい、で、これで、終わりました。はい、で、スイッチ押して、はい、で、はい、ちょっと見えないね。はい、で、ここにトレーラー横付けすれば、はい、荷下ろしを開始。R1 と三角、はい。バサーとこれね、入ってますからね地面に置いてるように見えますがね、入ってます。で終わりました。でもう返却しちゃっていいんですけど、ちょっとねこのマシンの242キロというのをちょっと見てください。この加速
うやだふざけてるまあふざけてるんですけど、加速がすごいですやっぱりね。3000ホースパワーあればね、で車体の重さ大して変わっていないので、やっぱね100キロぐらいはブワーっといきます。なんだけど当たり判定とかね、そこら辺は何も変わっていないので、すげー吹っ飛びます、ちょっとした坂で。じゃあそこ行けるかな、ウェンでもうね、酔っちゃうから、ちょ気持ち悪い、あ、ちょ待ってね、っていう感じなんですよね。これね、好き嫌い分かれるかと思いますが、ネタとしてはいいかなと思います。はい、そしたらですね、ぶどう収穫、あれ、どこまで吹っ飛んだのこれ、ここのね、川を越えてぐるぐるぐるっつってここまで飛んできたの、やりすぎだからこれ。はい、じゃあね、返却します。ぶどうの方はね、お世話になりました、ぶどう返却。はい、じゃあこれまずね、先に紹介したやつ、これ返却します。はい、でこっちのぶどう、関連も、ね、返却します。そしてですね、ちょっとまあもうね、ケーキ売っちゃっていいんですけども、今月最高値だから、できればですね、パレット、ここ小麦もあるんですよ、ぶどうじゃないや、ケーキの材料ちょっとね見ていただきますと、どこかな、丸はつけてないかな、以前、牛乳と水のとこにはチェックつけたんですけど、これね、これですね、水と小麦粉、まあフラウはね、小麦粉、これでも、ケーキ30できます。で今パレット工場、こっちですね、パレット工場にパレットだいぶできてるんですよね。ありますね、これどかしたらなんぼ出るのかな、どか、あ、ちょっと数字ね見えないんですけど、これどかしても相当出ると思います。でこっちのフラウバ工場の方、こちらの方が製粉所ですけどね、製粉所の方がパレットがなくて生産できてないのかな。そうですね、小麦は入ってますが、というのでこっちで、パレットさえ入れればもう国粉製造始まるんですっていうので、ちょっとここもやっちゃいますかと思うけど、時間かかるのでここはね、一回カットしたいと思います。カットというかね、ダイジェストでいいかと思います。ではね、ちょっとダイジェストにします。はい、で、今ですね、パレット工場の方で受け取ったパレットを、国分工場の方に入れました。これで生産が始まるんですけども、ですね、生産遅いみたいですねなので、ちょっと今回国分はいいです、また来年に備えてにしましょうか。でですね、まあこっちのぶどう畑もこれいいので、とりあえず今2個とも売っちゃいましょう。お値段$71,136ね。はい、売却。さっきのぶどう畑、ラストのやつね。$89,728。はい、売却。はい、そしたらですね、ね、右上にね、金額出てます。合計$347,689ね。じゃあこれで、まず1回、また、ケーキ売却までしたいんですけども、そうだ前のね、売却所何を建てるのがいいのっていう動画をやったんですけども、まだね、終わってないんです、準備がね。そう、このセールエブリシング、これ建てるたびに、まあこれに限らずね買取所建てるたびに金額が変わるんですっていうので、今ですね、セールエブリシング、できれば3つ以上立てていきたいです。できればね、5つぐらいは立てたいんですけども、まあ今場所そんなにないかなとも思いますので、これですね、
はい、重なってる？はいはいはい。じゃあ今は3つにしましょうかね。ペッペッペッ、はい、そしてペッ、はい、できました。今ね、セーベルブリージングこれ3つ立てました。で、建築のここで、ですね、名前変更ですね。これでセーブエビューシングの今とりあえず、01にしておきましょうか。01、はい、 OK。 でこっち、02にします。あ、じゃあバイキャビじゃないよ。はい、セーブエビューシング02、はい、どこかな。はい、これですね、02。はい、でこっちを、名前変更03にします。ペッペと、ペッペ03。はい、そしたらケーキ最高値が今どこになっているかをちょっと見ましょうか。ですね、ケーキもう売却したいので、で、月飛ばしたいんですよね、本当はねケーキどこだい。生産品だから下の方、違うね。あ、これですね、これですね。の、今最高値どこになってますケーキ。セーブ。あれ ?01 は？なんか01なんか違った？ん？セーブシング。あ、ウッドプラントブ、あ、違うでしょ。ちょっと待って、一番最初に建てたやつが違うでしょ。木の買取所になってるでしょ、これ。違う違う。お、ずっと気づいてなかったね。生産買取所の、気づいてなかった。これです。セールエブリシング。はい。これの、名前変更ね。これを01。あら、ずっと気づいてなかったですね。誰も突っ込んでくれないの。みんなちゃんと動画あんまり見てないのかな。はい、というのでこれで3つ立てました。でこれで、最高値どこか見てください。ここね、場所マークする、ここね、01だと10,678です。でこっちだと、一番最安値だと10,688なので、まあ300ドル弱も違うんです、1000リッターで。っていうので、まあ今一番売りに行くのがどこがいいって言ったら、まあここになるんですけど、まあこっちの方がいいよね。あの、立てた意味ないんだけど、こっちの方がいいので、1000リッターで12,000ドル。ちょっと待って、ケーキの最高値超えてるでしょ。最高値11,508だったのに、何今12,000で買い取ってくれんの。よし、じゃあ、売りに行きましょう。というわけで、またね、ケーキ積み込みのところから飛ばしたいと思います。はい、で、今ですね、ケーキ工場の方まで到着しました。そしたらケーキね、またね、オートローダーで積み込んでいきたいと思います。どっけてもね、6000リッターぐらい出るっぽいので、まあ買い取りが、12,000ドル超えるとのことなので、まあ100,000ドルはね、超えるっぽいですね。あ、ね、どんどん積み込んだ矢先からね、どんどんね、生産されて、生産というかね、出現しておりますが、はいはい。でまたポンポンポンって出る。一回どけないとダメかな。え、もう出ない？そうかい。あ、違うよね。ちょっと待って、これも時間かかるな。なんだかんだでオアト6000ドルでしょ。最初出てたの6パレット4624だから、まだ出た分ぐらいでしょ、ほぼほぼね。じゃあここもうちょっとカットしようかな。ちょっとまだ時間かかりますよね。じゃあここもね、ちょっとじゃあ倍速で飛ばしたいと思います。はい、で今全部積み込みましたかね。あ、大丈夫ですね。ケーキ残り164リッターね。はい、そしたらですね、最高値のとこマークつけたんですけども、お山の上っぽいのかな。あんまり行ったことないんですけどね。一応照明はちらっとね、ここら辺も増やしておきました、増設でね。おー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 、危ないよ。ケーキ売るんだから、あの
ケーキ売るんだから気をつけてね。はい、そしたら、ちょっと山道、この辺もね実はね、芝邪魔だなと思ってね、ある程度消しております。あと、ウッドチップをね、作るとき1秒でタスキを、ウッドチップに変えるモッドの時にここら辺の木もちょこちょこ伐採しましたっていうので若干ね、見やすいかとは思うんです。あ、そこ？あ、そこなの？あら、ここでいい？マークがなんか中途半端な建物から生えてるけどね。ここ売却所？じゃあケーキ売りますよ。いいの？ここで合ってる？ここじゃないのかな？じゃあどうなってる？ここじゃないの？ケーキはそっちの枠内かい？ここっぽいかい？売るよ。ここでしょ多分ね。なんだよあのね、そうこれね、あったわ。この車両をフロントローダーつけてると後ろにトレーラー引いてもフロントローダーが優先されちゃうんですよ。はい、というわけでケーキ売りますよ。ペサッ、はい、ガーッと右上ね、数字増えております。どこ、$113,832ね。というわけで、11万ドルは超えました。まあね、牛乳600キロ弱ぐらいでしたっけ、600リッター弱でここまでね、お値段増えればまあまあ上々なのかなとは思います。で本当はね収穫までやりたかったんですけど時間伸びてしまったので、ね、200キロ超えの収穫というのは、次回ね、お見せしたいと思います。では、今日はね一回ここで区切りたいと思います。ではここまでね、動画を見てくださった皆様ご視聴どうもありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。